その値段についてなんですが、はいはい、35歳男性の方、横浜市にお住まいのラジコヘッドさんからこんなメールが届いています、うん、絵画の値段は誰がどうやって決めているんでしょうか、うん、抽象画のように何を描いているのか分かりにくいものから写真のように写実的なものまで様々な絵画がありますが、値段を決める基準が全く分かりません、うん、確かに。こちらいかがでしょうか。そうですね、基準って本当に合ってないようなところもあるんですけど、うんはい、基本的にはその画商とかギャラリストっていう、うん、そのまあ販売元が決めてますね、うん、で、その値段が上がっていくかどうかっていうのはある意味その作家のキャリアであったり人気であったりっていうことが、うんまあ、非常に関係してきますね。やっぱり長くやってる作家っていうのはだんだん上がっていくっていう傾向にありますし、うん、例えばそのねさっきの中古車とかじゃないですけど、はい、まあいわゆるセカンダリーマーケットっていうものがあるんですよね、うんうん、プライマリーマーケット、まあ要は新車であまりにも人気で買えないものが、うんうん、中古車で値段が上がるみたいなことがあるじゃないですか、はい、最近ありますね。ありますよね、うん、アートも全く同じで、すごく人気が過熱してる作家っていうのは、うん、その人の個展で絵が買えない、うん、でそれを買った転売屋みたいな人たちがそれをオークションに出してくる、うんうん、なるほど。そしてそれによってこう値段が上がる、うん、人気が高騰するっていうのを理由付けに値段が上がるっていうようなことも、うん、まあ当たり前にありますね。はあ、例えば僕が適当な結城みたいな名前で絵を何点か出して、はい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 、その中で、まあマッチポンプ的に僕がそれをオークションかなんかに出したやつを僕は2000万で自分の絵を買ったとします、はいはいはい、そうすると周りから見たらあいつのこのこいつの結城とかいうよくわかんない作家の絵が2000万で売れたぞ、はいはい、あ他にも売りに出されてる、ちょっと慌てて買おうって言ってそういう値段の釣り上がり方もあり得るっちゃあり得るんですか。なかなかやっぱ勘が鋭いですね。あるんですかそんなの。これはですね、あるといえばある、はいはい、まあ、ある意味その西洋アートっていうのは、うんうん、まあ動産としてもうすでにその扱われているんですね、はいはいはい、だから動産っていうのは不動産に対して動産、はい、まあ100億の土地って動かせないじゃないですか、うんうんはい、それに対して100億のピカソって、うん、まあ変な話キャンバスから外して丸めて持ち運べちゃうんですよね、はいはいはい、非常にその動かしやすい資産として、うん、海外においてはそれが値段が上がることが非常に価値があるんですよ、うんうん、だからまあ平子さんのように考える方が、はい、このアーティストみんなでお金持ちで連帯して値段上げたらよくね、うん、っていう風に考えて上がってることもあるかもしれないですよ、うんうん、へー、あでもおもろいっすね、はい、その価値が変動していくっていうのはよくだから大企業がものすごい絵持ってたりしますよね、はいはいはい、あれはだから価値として資産として持ってるのかそれともそれを持ってるっていう広告的な部分も見込んでのものなんですかね。これは両方あると思いますし、意外とその創業者がアート好きっていうのは結構実業家の方ってアート好きな方多いじゃないですか、うんうん、まあすごく分かりやすいところで言えば ZOZO の前澤さんとかアート好きですよね、うん、あなるほど、はい、でアートと多分事業ってねちょっと似てるところがあるんですよ、うん、っていうのは今世の中にないものっていうものを生み出すっていう脳みそがアーティストにも実業家の方にも必要なので、ゼロイチの部分ですかね。でさっき平子さんおっしゃってましたけど、はい、若手アーティストの中から自分がこう見出す喜び、うんうんうんはい、それってある意味こう自分のその次の時代を読む力っていうのを試されてるじゃないですか、はい、確かに。だからこそやっぱり若手実業家の方って、はい、ある意味自分の信念を貫けるかどうかってすごく重要ですよね、うんうんはい、だから当時その前澤さんがバスキアをものすごい値段で買って話題になりました、はい、あれが高すぎるっていう意見もありましたけど、はい、その後バスキアさらに上がりましたからね。そうですね、確かに。だそれはやっぱりその前澤さんの先見性があったっていうことなのか、はい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 、あるいは彼が買ったことがきっかけでなるほどより上がったのかもしれないっていう。おもろいですね。面白いですよ。面白い、ねうん、なんか絵一枚の見方がちょっと変わりますね、はい、経済とかビジネスとかいろんなことにもなんかつながってくる感じ、はい、なんですけど、ね、そうやって、うん、いやこれはもしかしたら上がるかもしれないっていう脳みそに取りつかれていくと、はい、なんだそうでした。そうかそうですよね、つまずきポイントなんですよね、はい、平子さんこの絵多分上がると思いますよ、結構ね今買ってる若手の実業家多いんですよ、うん、とか言われたら、うんうん、買っちゃいそうじゃないですか俺はね、はい、あなんか俺もねこの絵ちょっと目止まるんですよね、不思議だな、1枚いっとくかとか言っちゃいそうなんだよな。
あと今 AI が絵も描けたりするじゃないですか、はいうん、あれってやっぱり脅威ですか、画家の方にとっては。どうなんですかね。僕にとっては本当に全く脅威ではないですね、うん、っていうのはあれは基本もデジタルベースの話なので、うんうん、今って僕なんかものすごくアナログな油絵っていうもので描いてますけど、うんうん、結構若い子たちっていうのはデジタルツールで描くんですよね、はい、そうですね。だからデジタルツールで描く人たちからとったらこれは確かに脅威になると思います、うんうんうん、ただ一方で200年前ぐらいにも同じような議論があったんですよ、200年前に今女の子たちがなくてはならないテクノロジーが発明されたんですけど、はい、何か分かりますか、200年前のテクノロジー、うん、何でしょう、マツエクとかですか。マツエク結構歴史あるんだね。確かにないと困りますよね最近ね。正解はですね、写真が発明されたんですよ、はい、はい、1800年代初頭に写真が発明されたことで、はい、画家の仕事が奪われるって言って大論争になったことがあったんですよ、うんうん、今と似てますよね、 AI が画家のイラストレーターの仕事を奪うんじゃないか、なるほど、確かに奪われる領域っていうのはあると思います、うん、ただ一方でそれによってそのすごくこう成長したところもあるので、うんうん、確かに、はい、わかる、極真空手が顔面を禁じてることによって、はい、蹴り技がより多彩になったの、うん、それにちょっと似てるかも。似てます、同じような、ちょっとわかんないですけど、ちょっと何言ってるか。だからこれはちょっと やばいぞと、だからこのウィークポイントをさらに伸ばさなきゃいけないということで発展するっていうケースもあるってことですもんね。おっしゃる通りで、まさしくその AI の登場によって飛躍的に、はい、進歩した業界っていうのは、うん、例えば碁とか、うん、あと将棋とか、あ今それこそ最近9歳の子がプロの棋士になったのっていうのも話題になったじゃないですか、あれはやっぱりその AI ソフトっていう、はい、もう本当にその身近に、うん、もうそこら辺の人間よりはるかに強い存在っていうのがいるからこそ、うん、モチベーションがある子がどんどん成長していくっていうことになるわけですよね、うん、AI が生成する画像ってすごいんですよ本当に。人間だとこれ一枚描くのにどんくらい時間がかかるんだろうってものを本当に瞬時に生成してしまうっていう、それはいわゆるその今まで多くの優秀なイラストレーターが描いてきたイラストっていうのをディープラーニングで学んでいってるんですよね、うん、でそこから学んだものを生成するので、うん、超一流のアーティストの作品っていうのをどん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 自動生成していくんですよ。うーん、ある意味非常にその難しいのは、人間が上手くなれば上手くなるだけその AI も上手くなってしまうので、はいはいはい、勝負したらちょっと勝てないっていう、だけどそれを使ってオリジナルの作品を生み出すっていう方法がこれからどんどん発展していくと思うので、でもその200年前のさっきの写真の話もそうですけども、やっぱり画家の方絵は消えませんでしたからね。そうなんです、結果として、はい、うん、だからやっぱり AI っていうのは描きたい心っていうのを獲得することはないので、うんうんうん、人間が描きたい心っていうのを失わない限り絵画っていうのはなくならないっていう、うん、なるほどね、はい、でもやっぱりこれは AI が描きましたってなると、どんなに上手でもやっぱりそこから感じるこの体温っていう部分はね、うん、我々この感じ取ることはできませんから、温かみがね、そこにどういう価値を見出すか、うん、見出さないかの部分もね、これがね、また平子さんのお好きな話なんですけども、はいはい、世界で初めて描かれた AI の作品っていうのがですね、オークションにかけられたんですよ、うん、値段いくらになったと思いますか。世界初めてですよね、はい、世界で初めて AI が描いた作品、それだって1億ぐらい、ああそこまでいかない、惜しいですね、5000万です。5000万、それって高いんですか、はい、安いんですか。高くないですか。いや高い高いです、ね、それは今後伸びていくか、今後伸びていくとか考えちゃダメ。へえ、それは初めて、はい、ああちょっとじゃあデジタルチックな絵画ってことですか。ね、決してうまくないんですよ、肖像画を描いたんですけど、ディープラーニングで学ばせたものに初めてその描かせた肖像画っていうものでオークションに出した結果、今でいう5000万ぐらいの値段がついたっていう。でもその初物って言っていいのか分かんないけど、はいはいはい、初めてのものってもうそれ以降出るものではないから、はい、価値はやっぱり古ければ古くなるほど上がっていくものではありますよね。おっしゃる通りです。だから今のその AI のその画像生成につながっているので、うん、そのきっかけってどこって遡ってた時にここにあるっていうその強さっていうのは失われないですよね。なるほどな。俺はでも人間の描いたのは欲しいな。そうですね、やっぱりね。さあではここまで絵画のことを学んできましたが、平子さん最後の質問お願いします。はい、最後に一つだけ教えていただきたいのですが、中島先生にとって絵画とは何でしょうか。はい、絵画とは誰もが簡単に神になれる遊びです。なんか平子ポイントをついてくるよね。ね。好きな感じを、はい、中島さん。どういうことでしょうか、うん、こちら
これはですね、うん、結構ね、画家ってね、食えてても食えなくてもやめな人多いんですよ。うんうんうん、っていうのは、やっぱり、白いキャンバスの前では、誰でもやっぱり神になれるんですよ、ね。はいはい。そこにおいては、誰にもこう制約を受けず自由に表現することができる。うん、もちろん、その、売るとかなったら話は別ですけど、ただやっぱり、こう、自分が描きたいものを自由に描けるっていう喜びっていうのは、うん、やっぱりね、何にも変え難いものがありますよ。なるほどね。ちょっとなんか、漫才にも少し似てんのかな。ゼロから自分たちだけの世界を話を構築して、それに対してのこう反響があって、そこにどっぷり使って、金がなくてもやめられなくなっちまう、いつまでも続けちまうっていう、うん、漫才って絵画なのかもしんないな。つながりましたね。ツッコミがいないのも大変ですね。